現状考えられることはやりきった気がします。今できるベストっていうところを持ってきたかったし、最高のものを作りたいと思いで作ったので、私自身は妥協していないですね。曲線よりさらに先のところでどう自分が聞こえるかってところを考えながら作る、音楽の持つ空気感の再現を追求していた先に微小な音の再現というところが大事な要素の一つである。その場で感じる体感っていうのをヘッドホンでも体験してもらいたいって気持ちが強いです。やはりウォークマンっていうとちっちゃい軽い電池持つっていうのが当たり前のところなんですけど、まだまだいけるだろうって思ってて、こんだけやるとこんだけ良くなるよっていうのを分かってほしくて、ウォークマンとしての使命なのかな。プレイボタンを押した途端にそのレコーディングしている現場のアンソーンが聞こえたり、ライブだったらそこの客席のザワだったり、ハイレゾーよりハイレゾーに、そういったところの可能性がこのアンプに秘められていて、今までにない新しい音だと思うんですよ。できるだけいい音ってのを自分は使いたい。最高峰の音にはなったと思います。人が何をもって感動するのか、音楽でどうやったらできるのかっていうのを考えたりしてるっていう感じですね。